宇野千代11月28日から1996年6月10日は、大正、昭和、平成にかけて活躍した、日本の小説家、追筆家。多彩で知られ、編集者、着物デザイナー、実業家の顔も持った。作家の尾崎志郎、梶井元次郎、画家の東郷誠二、北原武雄など、多くの著名人との恋愛、結婚返歴を持ち、 その波乱に富んだ生涯は様々な作品の中で描かれている。聖火山口県久賀郡横山村出身。実家は酒造業を営む裕福な家だが、父親は生涯生業に就いたことはなく、博打好きだった。千代が幼い頃に母親が亡くなり、父親は千代と12歳しか違わない若い娘と再婚。 千代は、実母と思って育ち、大変慕っていた。このまま母が、は飯のモデルとされる。岩国高等女学校を卒。14歳で義母の姉の子、藤村良一と結婚するが10日ほどで、実家へ帰る。小学校の代用教員となるが退職。その後朝鮮形状へ行くがとんぼ帰りで舞い戻り、元夫の弟、藤村正と結婚。京都に住んだ後上京。 本郷三丁目の西洋料理店、円楽県で、給仕のアルバイトを18日間している間に、久米正夫や芥川隆之介と知り合い、近藤公とは進行を結んだ。その後北海道へ行くが、1921年、時事新報の検証短編小説に、四分の顔が一等で当選し作家としてデビュー。文章が、こんなに金になるのかと驚き、執筆活動に専念。 墓を暴くを中央公論に送ったが、一向に返事がないので上京したところ、すでに掲載されていたことを知り、その場で原稿料をもらう。あまりの大金であったため、その足で岩国の実家に戻り、母親に原稿料の一部を渡す。北海道に戻る途中、今後の打ち合わせとお礼を兼ねて、中央公論に立ち寄った際に、小崎史郎を紹介され、一目惚れし、 そのまま東京で暮らし始める。1936年にはファッション雑誌、スタイルを創刊。表紙絵は藤田嗣ぐ大事は東郷誠二が描き、後に夫となる北原武夫と共に編集を務めた。戦時中に一旦廃刊するものの、1946年に再び刊行し、成功を収めた。着物のデザインも始め、スタイル誌で紹介。 販売もした。作家としては家作で、千五十0年近く沈黙していた。1960年代からまた書き始め、1980年代からは、女性向けの恋愛論、幸福論、長寿論などのエッセイを数多く書いた。小説は10年かけて書かれた、おはん、色んげ、ある一人の女の話などがある。九百七十年に幸福で女流文学賞。 1972年に日本芸術院賞受賞。同年日本芸術院会員。1974年には雨の音を発表。1982年に菊池博賞受賞。その翌年発表された生きていく私は自伝的小説として以後、宇のの代名詞となる。1990年文化功労者。宇の千代の墓番年に至るまで旺盛な活動を。 続けた、女性実業家の先駆者としても知られる。結婚離婚を繰り返すたびに家を建て替え、数えてみると、11件建てた感情になるからと、それを私が建てた家という随筆にしてしまったり、長寿で、それを私なんだか死なないような気がするんですよという署名のエッセイにまとめてしまったりする愛嬌があった。1996年6月10日、急性肺炎のため、 東京都港区の虎ノ門病院において98歳の生涯を閉じた。戒名は県庁院尺二千秋ら。期日は薄桜木と名付けられた。岐阜県本須市にある樹齢1500年以上の悲願桜の古木である薄墨桜の保護を訴え活動した。同市の桜資料館には薄墨桜に関する千代の作品が展示してある。岩国市営バス、おはんバス。 岩国市の JR 西日本各駅に以下の展示物、記念物がある。また、岩国市交通局により運行されているギャラリーバスの中に、千代本人及び代表作であるおはんを題材として扱ったおはんバスがある。なお岩国市川西に現在でも聖火が保存されており、維持管理業務を目的に特定非営利活動法人、宇野千代聖火が2005年8月3日に、 設立されている。ありがとうございます。